それより先、人を傷つける者、物を壊す者、悪意を持ち込む者、何人も例外なく暴風林が粛清するな。俺の顔と名前よく覚えておけ。弱い奴は俺を避けるように、強い奴は俺を見つけるように。俺は風林高校さくらはるかだ。勘違いすんなボケ。弱いくせに強いと勘違いしてるやつが気に入らないだけだ。吐き気がする。すごい、この人一体。風林高校はただの学校じゃないんすよ。町を守るために立ち上がった人たちです。さくらさん、あの人だけは絶対ダメっす。かっこいいし、ヤバい人。ヤバいやつ、俺は好きだぜ。ズブス。そう来なくっちゃ。全部もやり尽くして絶対レード。夢もデザインも関係ないの。だから君に負けないように俺も頑張るよ。俺たちの喧嘩は守る喧嘩だ。俺たちの方から手を出す必要はない。あんたに風鈴のてっぺんは取れない。絶対にね。なわけあるか。他者からはいつも拒否、否定。気持ち悪い。喧嘩さえ強ければ、一番強ければてっぺんなんだろ。誰かに頼らなきゃ勝てねえほど俺は弱くねえ。その目にはその手には何があるんだよ。わがままな拳まで投げてくること。街を守れ、大切なものを守れ、それがここの唯一のルールだ。不良がヒーロー気取りかよ。強いやつも結構いるみたいだし、そんな中で一番になれたら満足できそうだから、俺はそこでてっぺん取る。